ポイントはもうすぐ。見て、あれは通称スイーパー。手間したらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるぞ。普通にやっちゃう？普通にやっちゃう。くっ、ただの鉄くずだろ。攻撃力、防御力ともに桁違いだ。後ろからやりたい。舐めてかかると死ぬ。策はあるか。魔法の方が効くはずだ。隙を狙って決めていけ。魔法、覚悟はいいか。魔法なら、あ、ファイヤーがあるんだ。スイーパー。OK。バーストはさっきしたりしてた。よろけてるぜ。このまま動きを止める。畳みかけろ。備えだ。あ、今がチャンスかな。復活してましたが。チャンスは自分で作り出す。もう一度行くぞ。もう一丁行ってみよう。この隙によし、ブレイブモードにして隙をつく。バースト今だ。仕掛けるぞ。言われるまでもね。全力で潰す。マレットに切り替えたりもしてみよう。突破なしたりもしてみよう。ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。おっと失礼。ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとくぜ。バレットに嫌みったらしく言われるとは。アイテムはないね。はい。ポーションって350回復なんだ。ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。メインストーリー、爆弾の設置。こんなんだったわ。近いぞ。魔航でむせ替えるぜ。やかましいな。出てきたぜ。おじけづいたか。やるか。長年の夢が叶う喜びだ。声がでけえ。フェニックスの。ここを降りたらいよいよだ。エスコートはここで出来上がっちゃうね。ミックスとかは確か。そっちじゃない。あ、はしごで降りて。ごめんなさい。ミックスとかは脱出路を確保してたはず。あ、ズルズルもいけるね。はい。上にカメラっぽいのが。サボるつもりじゃねえだろうな。そっちじゃない。あっち。そっちか。届いてないな。はあ。どんなもんよ。いて。クラウドさん、そっちもやってくれ。あとこいつ。そこまで。落ちたら星の中か。
すぐに魔鋼炉が吸い上げるぞ。笑えた。宝箱がある。終わりだ。片付いた。ちょっと届かない。空っぽ。もうちょっと戦闘中のカメラ引けるといいんだけど、オプションはないね。いよいよだぜ。魔法だまり。いよいよだぜ。スコーピオンみたいなやつが出てくるんだっけな。さーて、シンラが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。え？20分で。自信あんだろうな。こいつが来ることを分かりきってたんだから20分にした意味なかったかも。バレットは、あ、サンダーあるんだ。なるほど、確かに効いてるぜ。続けていくぞ。くらいな。よし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 。ど根性。え、あー、なるほど、バグなんだ。もう一丁サンダー。で、バレットケアルもあったな。見た目に合わない。危ない。もう一丁サンダー。ウィークネス。この防御システムは初めてだ。使えねえな。だったらあんたが何とかしろ。腕が鳴るぜ。近づきすぎて自爆するなよ。どうするんだったっけな。とりあえず魔法でも使ってみる。あ、バリアコアってのがあった今。通らねえ。おい、このまま続けて本当に倒せんのか。お役前にもっと撃て。てめえの方がサボってんじゃねえか。ここだ。オッケー。背後から狙う。ソルジャー様の活躍期待してるぜ。食らっちゃうよな、これは。ガードした方がいいのか。集中して。回復が必要だ。はい、そう言ってもらえるととっても助かる。バレット、
ミサイルはもうガードしようか。回復すりゃまだまだいける。勝てこれはなんだ。おお、アンガーマックスが使いたいな終盤にならないと使えないだろうな。魔法使おう。サンダー。レーザーが来る。サソリの鬼気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。はい、ちょっと回復しておこう。今だ。逃すなこのチャンス。バレット MP がないな。エーテル、エーテル使えなかったな今。待ってくれ、ATB ゲージが溜まっているキャラクターを切り替えて使っていこう。で、バレットがやばい。OK。で、バレット溜まったから、サンダー。また来る。レーザーか。わかってるって。だったらさっさと隠れろ。あ、ガードしてると ATB ゲージが回復しないんだな。攻撃後の隙をつく。攻めるぞ。で、溜まった。ちょい、あ、これなくなっちゃうんだ、タイミング悪いと。リミットブレイク、リミット溜まってるね。リミットグレネードボム、オッケー。修復機能か。急げ、回復される前に型をつける。さあ燃えてきた。相手が隙を見せた時がチャンスだ。それまでしのぐぞ。勝てちょっと回復しないとまずいな。あれ、こんなに難しかったっけ序盤。これだ、このままでは無理はする。沈めかわして、テール、はい、死にそう。そうだ、V をどんどん破壊しちゃえばいいんだ。もうちょいなんだけど、もうちょいなんだけど攻撃食らったら切り替えちゃおう。アビリティ大丈夫です。右足にするべきだった。あとちょい、オッケー。遅れを取るな。そっち来ぞ。ケチケチして仕留め損ねんなよ。
ねえ。爆破まであと残ってる。これはいい。功労賞はあのサソリにくれてやる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。20分にした意味あったかな、これむしろなんで選べたんだろう。タイマーのこの見た目も似てるな、オリジナル版に。油断はできない。でバレット勝手に行っちまったか。待て。あら、ひょっとして追いかけてきてる。終わりだ。あ、でも20分もあれば。え、何それ。大丈夫。うかつ、足が挟まって。サンキュー。おい、あそこで合流だ。チェンシーを頼んだぞ。こっちこっち、ここ行けばバレットと合流できるはず。別ルートになった。出口はこっち、急いで。そう、あくまでリメイク版なので、オリジナル版にいないキャラがいたり、今みたいにオリジナル版にないイベントがあったりはするみたい。もちろん会話の内容も結構違うし、さっきね、爆弾設置するときに一瞬流れたあのピアノの音色、急いで急いで、黙って登れ。聞いたことあるな。その方が楽だ。そっか、でダメ、喋ってないと焦る。好きにしろ。え、バレット片手で上がってる。扉開けんのが優先だ。でもこっちは問題ねえ。ソルジャー様が一緒だ。元ソルジャー、元ソルジャーねえ。掘り押さえる。もうすぐドカンだ。邪魔すんじゃねえ。バレット5秒でやるぞ。ちょっと回復しとこう。これ殴られるかな。殴られるかな。今、まあ行け。あいつらと合流するの。早くここから出ねえとな。後ろは特に何もアイテムはなかった。20分余裕だね。また眠らせれば。これあんまり探索に時間を割かない方が良かったかも。よし、そっちは任せる。迷られんだよな。かてえなこいつ。連携しよう。やっぱサンダーかな。飛び出ろ。
よし、チャンス。OK。この辺に散乱してる死んだボックスはぼちぼち中身がある。潜りメダルってなんだ。宝箱。エーテル。まだ来るか。じゃあブレイブモードで範囲攻撃を。よし、どうでもいい。うわ、まだ来た。戦闘員、こんな戦闘員いたっけ。見た目モンスターだけど。よし、もう敵の位置がよくわかんないけど。オッケー。浮かれている暇はない。もうちっと喜べよ。さあ、どんどん上に行こう。面倒だ。まだ来る。うわ、戦闘員2人か。上にもいるんだ。これ待って、バレットにして。間違った。こっちを撃って。クラウド、戦闘員をなんとかして。で、戦闘員にボコられてる。戦闘員にボコられてる。クラウド。アビリティ。はい、結構ポーション使うことになるのかな。バレットにオートで上のカメラみたいのを破壊してくれるといいんだけど。体力半分ぐらいになるとバーストしやすいのかな。そういうわけでもないのかな。連携しよう。頼られちゃうな。ぶっ放して。よし、こんなものか。
を解除。わお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 、立てるか。助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だったよ。なあ、ここまでか。魔鋼爆破までだからここまでだ。よし、結構戦闘が思った以上に難しかったから、何度かデモ版で練習しようかな。発売日、本編発売日は4月10日からです。それでは、ファイナルファンタジー7リメイク製品版が出たら製品版の方もしっかり遊んでいきます。また FF15 ぶりに長い実況になるとは思うけど、では体験版はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。